本日も始まりましたスポーツグラデーション。この商品アシストメインパーソナリティの三好誠です。この番組は今巷で話題の商品をトークでアシストしていくバラエティ番組です。皆さんよろしくお願いします。さあ今日一気に寒くなってきたんですよ。天気は、ね、今日寒いでしょ。寒いです。ね、寒い。え、皆さん一人暮らし？そうです、はい。あ、そうなんですか。寒い時はどうしてるんですか？エアコンをつけますよ、ね。はい、ありがとうございます。え、でもご飯とかって自分で作るの？自分の分。作る。え、そうなんですか。はい、自分の分は自分で作るの？作ります。自分で作る？そうです。なんか最近寒いんで。鍋。鍋で、うん、あのもうキッチンじゃなくて自分の部屋に全部持っていっちゃって、なんかあの。IH みたいな、一人用の IH で部屋でやってます。もうなるほど、寒すぎてキッチンに行けないと思って。そんな広い家なの？あ、まさかリビングとあのなんかそのオフィススペースとキッチンで分かれてるんで、うん、オフィススペースまでいいなの？あ、まあ、てか、まあ、ほぼオフィスなんで結構オフィスでも、ほぼオフィスに住んでるの？どういうの？え、じゃあ家、打ち合わせしてたら家なの？そうです、隣が私の部屋でみたいな感じ。なんかちょっと全然イメージが。はい。わからん、ちょっと行きますよ、じゃあ今度。はい。はい。鍋して。あ、鍋打ちは、あ、鍋作ってくれる？打ち合わせ中ですか？はい。鍋で、ね、こうやってこう、なんかこんなん嫌やで。こんなん。はかどります？打ち合わせ大丈夫ですか？はかどるんじゃない？何鍋作るんですか？え、もうなんか適当ですね。赤からとか？ありますか？名古屋の。はい、辛いやつ。ちょっとごめんなさい、分からなかった。赤から辛いやつですね。キムチ鍋みたいな。ああ、キムチ鍋でいいんじゃないの？失礼しました。いやいや、失礼しました。大丈夫です。ちょっとじゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、宇治家吉野です。看護師さん向けのメンタルヘルスケアのサービスを作っています。よろしくお願いします。じゃあ続いてどうぞ。はい、中井沙耶です。オーカイを作っています。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあラストどうぞ。はい、タネジャイナです。フリーでインストラクター、ピラティスのインストラクターやってます。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回ご紹介する商品はもうプリッツは有名なんですけど、これお札を食べたことないです。え、何それ、どういうこと？すごい、楽食べ、そう、ポケット。楽食べポケット。へぇ、すごい。どういうこと？あ、すごい。なんか刺せるんだろ。あ、刺せる。ここにこう刺して、こう食べれる。こう食べれる。うん、ここに本体を刺して、ね。あ、そうなんですか。ちょっとごめん、全然イメージが。あ、うん、うん。そうですか。え、それは食べやすいのかな？それ、いりますっていうところからちょっと僕は分かってます。で食べれる。はあ、なるほどなるほど、はい。ちょっと若干簡単にプリッツお札を説明ください。はい、毎年秋のシーズン前になると登場するプリッツお札が今年も8月20日に発売します。本日ご紹介するのはグリコさんのプリッツお札です。今年は従来品からリニューアルし、微粒子パウダーによる味付けによって紅あずまの優しい甘みをより繊細に感じられるようになりました。パッケージには、ラック食べポケットを採用、うん、そうですね、食べやすくなっています。ラック食べポケット、思った以上に食べやすいです。お前ね。今のところちょっと入っちゃってないですけどね。ラック食べポケットからごめんですけど、仕事中や勉強中、スマホを片手で食べるときなどにとにかく便利です。素材由来の食物繊維が1箱あたり 1.9g 入っているので、美味しく食べて、1日の不足分の約 30% 補えるようになりました。はい、ということで僕は今のところもこの楽食べポケットがよく分かってないですけど、やりたい、やりたいですね。ちょっと開けてもうて、はい、丁寧に開けてね、はい、で一パック出して、楽食べポケットに、じゃあ楽食べポケットどう、どう、はいはい、ほんでフル、あ、フル、フル、はい、で立てんの？え、どういうこと？折り目がありますね。はい、もうこの時点で面倒くさそうやけど、全然楽じゃないじゃないですか。で、それをそこに刺して、なるほど、はい、終わり。え、ちょっと、食べてみてください。はい。温度取りやすい。なんか女子会の時とかは。あ、確かに。確かに。楽だ。はい。ね。
難しいですよね。あれ？プリッツゲーム、ポッキーゲームのプリッツバル。ポッキーゲームはだってほら、チョコは女子が食べるんでしょ？そうなんだ。え？それで決まりあったんですか？そうですよ。だからそのポッキーゲームはチョコの方女子にあげないからですね。ねえ。誰でも知ってる。なんでなんで、その誰でも知ってるでしょ。そうだ。え、やってたでしょ、なんかそういう合コンの時とか昔。やってたでしょ。青森はないですよ。青森はちょっとないですね。はい、青森はないですよ。北海道もないでしょ。どこ出身ですか。東京なんですけど、はい、合コンに行ったことがないんですか。合コンに行ったことないの。はい、え、どうやって知り合っていくんですか。え、紹介とかですか。他の子紹介。え、全部紹介。いや、今もアプリとかね、合コンできないじゃないですか、まあ、ちょっとこのコロナの関係で、はい、昔は合コンしかなかったでしょ。昔は今いくつ。27です。7でしょ、はい、だから20代前半の時は合コン。あ、お酒飲めない。飲まない。合コン自体がそもそもない、うんうん、あ、そこにプロがいます、ね、今でもやってる。今やってるみたいな、今やるみたいな人がいるんですよ。合コン大好きなんですよ。そんなことしないですよ。ポッキーゲームしなかったでしょ。大阪ゲームは昔はしましたけど。そうでしょ、王様ゲーム。最近しないですか。王様ゲーム。王様ゲーム。何が王様ゲーム。男性の人がありますよね、なんかそういうポッキーゲーム。ああ、男性はしたりですよね。ワンちゃんと。したでしょ、ワンちゃんと。どこでワンちゃんが出てくる。いや、でもいや、そうですか。合コン行かない。行ったことあるでしょ。うん、行ったことはあります。けど、それこそ本当になんか上の世代の方、それ合コンじゃないんでしょうね。なんか、はい、なんか合コンがあるから、うん、その人数合わせで来てほしいっていうのを言われて行ったら、うん、まあ、30後半前後ぐらいの方たちとっていう感じだったので、はい、合コンっていうか、まあ、ご飯会やんね。楽しくなかったよね。なんで楽しくないの。何が楽しくないの。なんかみんな頑張ってる感じが。あ、必死なんですか。どう必死。ちょっと気をつけよう。どういう必死。なんか、うん、その頑張って盛り上げようとして男性同士でちょっと身内ネタとか挟みながら、なんか笑わなきゃいけないみたいな。え、じゃあどういうのが盛り上がるの。まあそれはもうしゃあない、年の差は。じゃあそのね、40前後ぐらいの人が来た時の20代5とか6の人たちはどこで笑うの。どうですか。いや、どうなんだろう。うん、とんでもない。そう、とりあえず笑って。そう、それは違う。そう、それは愛想笑いの。本当の笑いはどこで生まれるの。もうポッキーゲームでしょ、やっぱり。やっぱポッキー。チョコ側渡せばいいでしょ。あーってやつ、こう口と口でね、こう紙パッと落として口と口でパッと止めるやつしてます。で、よくある。で、通り過ぎたらブチュってやるやつ。分かるように、こう紙パッと落としてね。それはどうですか。やったことない。やったことない。やったことない。あれやろ。ものすごいナイス。俺らはだって出会うツールはもう合コンじゃなかったから。アプリはちょっとまだ怖い時代、僕らでも怖い時代だったんでね。昔はもうそのね、そういうこう、ね、王様誰だとか、ハイパー女王様ゲームとか知ってる。これさ、これもこれあれ、まだ時間ありますありますね。ハイパー女王様ゲームって、こう女性が、ね、絶対に女王様、王様になるんですよ。で、女王様ですよ。で、ハイパー、まず1、3、6人いるやん。6人だとしたら、1、3、5は女性。
246は男性なんですよ。で棒を246は男性しか持ってない。で135は女性しか持ってないんですよ。で135の1にしか丸がついてないから永遠に女性からしかも、うん、なんていうのあれ出せないんです。だから女王様です。ただしぐるりとして偶数と奇数しかくっつけれないんです。それがハイパーなんですよ。だから1と2何々、3と4何々みたいな。でも男性はあれだお題を出せないんです。で女性がお題を出す。まあ、ハイパー女王様ゲームっていうらしいです。へー、以上、さよなら。合コンのあれじゃない。でもまあプリッツとかね、はい、そういう盛り上がるね時にあればね、楽しいサッカーのねお菓子とかもいっぱいありますから。はい、なんかもう今あれやもんね、その店によってはたこ焼きとかの一つだけがめっちゃ辛いとかね、あロシアンドなんたらたこ焼きとかねいっぱいありますからね、すごいよくできてますよね。あそうですか、ちょっと世代が違いましたね。あそうですか、僕はじゃあ種市さんとぜひ飲みに行きたいと思います。なんとかして笑かすおじさんしかいないから。いいですか、来ていただいて。でもあかんときは面白くないです、僕は言っていただいた方が。言ってください。厳しいわ。結構強そうやもんね、もうその文章。本当に優しくしてほしいです。優しくしてほしいおいしいも食べに行きます、はい、ということで。あ、焼肉行きますか。はい、この間行ったんですよ、そのおっさんと女子で、はい、向こう嫌そうな顔してました。行きます、焼肉、肉、あでもおっさん、そうですね、おっさんでした。いいですか、はい、でも、彼氏いない人がいいんです、僕らは。だから気に使うやっぱ、彼氏いる人が来たらさ、いや、そうなんですよ、狙うとか思ってないんでね、思ってないんでね、そんなの思ってないけど、なんかやっぱもう帰らなあかんとか、ね、なんか彼氏、大丈夫、LINE 来てないとか。ピカーンって光ったら、彼氏ちゃうって思ってまうねん。わかるでしょ、優しいも気になってまうねんさ。だからいない人がいるね。だから連れてきてくれる人はもういない人、うんうん、で、おっさん好き、はい、いるでしょ、いっぱいいるでしょ、うん、なかなか世の中まあまあいい銀座行きましょう。銀座の僕の大好きなお肉屋さんがお肉のお店があるんで。そうやったって呼んでないよ。あんた呼んでないから。違います。残念ですね。ということで、ぜひ皆さん、プリッツのお札、これ期間限定ですよね。はい、ということで、ぜひ皆さん、これ見つけたら見てみてください。で、何か挟む。ラクラクポケット。ラクラクタベポケットね。これ使って、ね。はい、多分一生使うことないような気もしますけど、綺麗に挟まってますね。うん、すごいね。あ、そうですか。試してみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとう。